フィルスト・ビスマルクは、ドイツ海軍が第一次世界大戦前に最初に、巡航させた甲板と原則を守る装甲を持つ、装甲巡洋艦で、同海軍では、大型巡洋艦に分類された。本艦は1893から1895年計画で一隻の、建造が容認された。特筆すべきは常備排水量にして、全土急戦艦並みの1万トンクラスの文字通りの、 大型巡洋艦として設計された。計画時の類別は一等巡洋艦であったが後に、大型巡洋艦へと類別が変更された。左限から描かれた本艦の S 戦隊形状は、同時期のドイツ戦艦と同じく、平ら板型戦隊で、水面下に昇格を持つまでは同じであるが、戦艦と異なるのは、艦首形状は、波切りの良いクリッパーアバウ型となっており、外洋を長距離航行する。 巡洋艦には必須の監視形状であった。監視乾板上から戦艦と同角の24センチメートル砲を連装砲塔に収め、監視乾板上に前向きに1機、司令塔を組み込んだ、操舵環境の上には2段の見張り書を持つ、ミリタリーマスト、船体中央部の日本煙突の周囲は関西艇置き場となっており、グースネック型クレーンが片源1機ずつ、 計2機により運用された。2番煙突の背後にミリタリーマストを持つ、単足の水ンと後部司令塔をそこから甲板1段分下がって、後ろ向きに 24cm 連装指砲塔の順である。15cm 副砲は、単装砲がで12機の内半分の6機を、単装砲塔に収め、前後ミリタリーマストの両脇に1機ずつ、船体中央部に、 左右一機ずつの片原三機系六機、他の六機は、原則系スメート配置で一番主砲塔の両脇に一機ずつ、船体中央部に背中合わせで二機ずつ配置した。この武装配置により、全方向に 24cm セ2チ 15cm 砲6門、後方向に 24cm 砲2門 15cm 砲4門、左右方向に、 最大 24cm 砲4門 15cm 砲6門が試行できた。手砲はクルップ射星1898年型 24cm 速射砲を採用した。この砲はドイツ戦艦カイザーフリードリヒ三世級やビッテルスバッフ級だけでなくオーストリアハンガリー帝国海軍の全土球戦艦にも採用されている優秀砲である。 その性能は1 4 0ラムの砲弾を最大行角30度で1 6 9 0 0ルまで届かせられ射程1万メートルで鉄板に対し3 0トルの貫通能力をハーベイコーに対して1 8トルの貫通能力を有していたこの砲を新設計の連装砲塔に収めた不要能力は行角30度深く5度である旋回角度は 単体守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。砲弾の装填角度は、行角5度で固定され、発射速度は1分間に1.5発であった。副砲は C8615cm 速射砲を採用した。この砲は、 ドイツ戦艦、カイザー・フリードリヒ三世級や、ビッテルスバッハ級にも採用されている優秀砲である。その性能は4 5 3キログラムの砲弾を最大行角20度で13,700メートルまで届かせられた。この砲を単装砲がで12機を配置した。不要能力は行角20度、深角7度である。旋回角度は減速方向を0度として、 左右150度の旋回角度を持つ、方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に4から5発であった。他に、耐水雷艇迎撃用に 8.8cm 単装速射砲を10機と、フランスオチキス射性 3.7cm 気砲を4機、装備した。その他に、 対艦攻撃用に4 5トル、水中魚雷発射管を単装で動き、水上魚雷発射管で一機を装備した。本艦の防御力は優秀で、原則装甲は末端部でさえ1 0 0、mm、トル、中央部は2 0 0、mm、トルにも達する重厚な水戦部装甲を持っていた。砲塔防御も前立てが2 0 0、mm、トルもあり、ライバルの アミラル・シャルンデ9の 19cm 速射砲にも耐えられる防御力を持っていた。耐水雷防御としてフランスが発明した細分化水密区画のアイデアを取り入れ、本艦の水線化区画は角壁により12ブロックの区画に分かれており、船体の半分を占める長さで艦底面は二重底となっている。マニラにおける本艦 本館は1900年に発生した義和団の乱により完成を急がれた。竣工後は公衆湾咀借地に中流のドイツ東洋艦隊に組み込まれて10年間の任務に就いた。ドイツ海軍では本館で得られたデータを囲碁の植民地系御用艦艇の設計に役立てた。本国帰還後は小階層を経て帰還学校の練習艦として過ごし、 第一次世界大戦時に軍艦として復帰したが、老朽化のために1915年に武装を撤去して、再び機関学校の練習艦となり、1920年に解体処分された。ありがとうございます。